新 3W 世界タッグチャンピオンチーム、本大会の本命と言われてます北斗晶、下田美誠組なんですけど、まず北斗選手、このチームのセールスポイントをちょっとお聞かせください。セールスポイント、仲が悪い。下田選手どうですか？セールスポイントですか。まあどうでしょう、前とは違うっていうことで。それではお互いをどのように評価してますかね。いや、私は人のことを評価する前に自分が評価されてしまう、悪く評価されてしまう人間なんで、まあ人のことはどうとも言えないですね。ホークス選手はどうですか、下田選手、この新パートナーとして。ですね、セールスポイント前とは違ってたけど、前とは同じって言ってるからね、本人はね、この前ね。どうなんでしょう。